うわー、広い。羊。なんたって羊風呂はシマロン地方の名物ですからね。出ろ。私のことか。名を聞こう。私の名はベリエス。お初にお目にかかる。お初に。ここで何をしている？主人の警護を。あ、ヨザック、もしかしてここ混浴だったの？あ、風呂はいいね。男かよ。風呂は肌も心も潤してくれる。シマロンが生み出した最高の文化だよ。そう感じないか？はあ。一体どちら様です？ここは貸し切りだったはずですがね。え、そうだったの？髪留め。ああ、そうか。ああ、それにしても美少年だな。ボルフラムといい勝負。宿に無理を言って止めてもらいました。あ、もしかして道に迷った？こんな山の中だもんな。いいえ、あなたに会いに来たのです。え？ようやく会えた、ユーリ陛下。どうして俺の名前を？知らないものはないさ、総国の魔王陛下。どうぞ、お近づきの印です。急いで用意させたものですが。あの、え？あんたが本当に小島ロンをサラレギー陛下？ええ、僕がサラレギーです。あ、僕って変だね。もういい年をした大人なのに、未だについ。別にいいと思う。82歳でも僕っていうやついるし。失礼ですが、一国の王がこのような山奥の宿に忍び込むなど、にわかには信じられません。魔王陛下がカロリアに来ていると知って、どうしても会いたくてね。なんで？まずは謝罪を。地の果ての件では大変な迷惑をかけた。何を今さら。あの一件でカロリアがどんな災害に巻き込まれたか分かっているのか？ボルフラム、お座りなさい。もちろん私の責任だ。私にもっと力があれば。すまない。うん、あの、王様っていろいろ大変だよね。責任は重いし、考えることも多いし。ユーリ陛下、とにかく謝罪は俺よりカロリアの人たちにしてあげてよ。もちろんそのつもりだ。カロリアから徴兵された者たちは
全員返す手はずを整えているところだ。え、本当？フーリンさんたちすごく喜ぶよ。しかし、謝罪のためにわざわざ来られたわけではないでしょ。あなたは新魔国に対して何を望んでおられるのですか。新魔国との同盟を。え？やあ、サラレギー陛下。こんなところで何してるんだい？あ、ちょっとね。サラレギー陛下こそ、一人でどうしたんだ？お付きの人は？あなたと二人だけで話がしたいと思ったんだ、ユーリ陛下。ああ、ユーリでいいよ。堅苦しいの苦手なんだ。では私は、サラと。うん、わかった、サラ。ユーリの臣下たちは、私のことを警戒しているようだね。あ、ごめん。いいんだ、当然のことだよ。でも私は本当にユーリと新魔国と仲良くなりたいと思ってる。小島論は長い間大島論の属国として虐げられてきた。だけど今時代は変わろうとしている。ユーリが現れた時から俺